ず一つ目としましてはすごい数の武器と防具というのをまあ用意してあります。で2番目にはさまざまな職業や衣装というものを用意しております。3番目に、まあ、今回新たに作りました武器を使った新アクション、まあ、流派の方をかなりの数用意しておりますので、それらをまあ組み合わせることで自分だけのオリジナルキャラクターを作成することができます。自分の作ったキャラクターでソウルキャリバーの世界でおなじみのキャラクターたちと戦ったり、友達と作ったキャラクター同士で対戦したり、ソウルキャリバー3のいろいろなモードにチャレンジしたりといった楽しみ方ができます。まずは自分の作りたいキャラクターの性別を選択します。次に職業を選択します。職業によってそのキャラクターが装備できる武器が決まります。つまりキャラクターの流派がここで決定するんですけれど、職業ごとに使える流派がいくつか設定されているので、同じ職業であってもバリエーションを出すことが可能です。頭のてっぺんからつま先まで、こうメガネや靴下に至るまでのさまざまなパーツの組み合わせでコーディネートを楽しむことができます。また顔やヘアスタイルのバリエーションが豊富で、肌や目、そして唇の色といったものまで変更できるようになっていますので、自分好みの他の人とは違う自分だけのキャラクターを作成することができます。さらにソウルキャリバー3ならではの特徴として、着てる服によってキャラクターの性格が変化します。悪そうな服を着れば悪そうな感じの性格に、陽気な感じの明るい感じの服を着れば明るい性格に、服の印象がそのままキャラクターの性格に反映されるので、見た目だけではなくて内面的な変化も楽しむことができます。自分の作成したキャラクターの流派はキャラクタークリエーション用に新しく構築しています。今までのソウルキャリバーの世界にはなかったような武器や技の数々を楽しみにしていてください。さらに今回はアイビー、ナイトメア、タキナなどソウルキャリバーでおなじみのキャラクターたちもですね、カラーパレットを使って自由に色を変更することができます。非常に盛りだくさんな遊びを詰め込んだ贅沢なモードになっております。ぜひあなただけのキャラクターを作ってみてください。これすごい熱いんですけど